北名古屋市図書館は、愛知県北名古屋市の公共図書館の総称。四勝町図書館を前身とする北名古屋市東図書館、西春町図書館を前身とする北名古屋市、西図書館の2館からなる。四勝町図書館北名古屋市東図書館1987年7月、西春外郡四勝町は、図書館及び歴史民族資料館建設調査委員会を発足させ、 11月には調査委員会が市活庁に対して建設基本計画提言書を提出した。1988年3月には市活庁が図書館及び歴史民族資料館建設計画書を策定し、6月には建築設計協議によって設計業者を決定した。同年10月に着工すると1990年1月26日には竣工式が行われた。 総事業費は13億6千万円。1990年3月29日に開館式が行われ、4月1日に、四勝町図書館と四勝町歴史民俗資料館が開館した。1990年度末の蔵書冊数は58,965冊。1990年度の貸出冊数は167,701冊であり、住民1人当たり。 貸し出し冊数は4.2冊だった。建物中央部は3階までの吹き抜けとなっており、壁面には太陽と緑をテーマとする壁画が描かれている。地下1階は駐車場、1階は一般書家や視聴覚コーナー、2階は学習室や会議室やビデオ編集室、3階は歴史民族資料館である。歴史民族資料館の会館は西葛外軍で、 初のことだった。玄関の二重自動ドア、間隔の広い初夏の配置、地下駐車場などが評価され、1992年1月には愛知県の快適空間賞を受賞した。1991年7月には CD の貸し出しを開始し、1992年4月には障害者向けの郵送貸し出しを開始した。 一般書と漫画の境界がなくなりつつあることから、1992年9月上旬には漫画本の貸し出しを開始した。ドラえもん、美味しんぼ、ドラゴンボール、か、長島工作など、約350冊を購入し、順番待ちができるほどの人気を博した。1994年10月には入館者数が100万人を超えた。 1998年5月7日には入館者数が200万人を超えた。2001年7月には入館者数が300万人を超えた。2004年6月5日には入館者数が400万人を超えた。この頃には市活町外からの利用者も多いという。2004年度末の増書冊数は17万3734冊。 2004年度の貸出冊数は458,574冊であり、住民一人当たり、貸出点数は10.4冊だった。西春町図書館北名古屋市西図書館が入る、北名古屋市文化勤労会館1987年、西春外郡西春町は総合計画策定のために住民の意識調査を行い、1989年12月には、 複合文化施設の建設を盛り込んだ第3次西春町総合計画基本構想を策定した。計画段階では星や宇宙に関する書籍を軸に据えた星の図書館とすることを構想していた。日本図書館協会によると星の本を集めた公立図書館は聞いたことがないという。西春町は建築設計協議によって設計業者を決定。 1990年9月に複合施設の工事を着工し、1992年6月に竣工、同年7月5日に、西春町図書館を含む、西春町勤労文化会館が開館した。1階と2階は761席のホールを持つ、西春町文化会館、西春町公民館、西春町勤労福祉会館であり、3階が西春町図書館となっている。 図書館の天井の一角はガラス張りとしており、夜間には星を眺めることができる。開館時の職員数は館長を含めて5人であり、開館当初から窓口業務にコンピュータを導入している。1993年度末時点の増書冊数は58,958冊。1993年度の貸出冊数は156,583冊だった。 1994年4月1日時点の西春町の人口は32,911人である。1994年10月には、名鉄犬山線西春駅にブックポストを設置し、同時に館内では漫画本の貸し出しを開始した。1997年2月には、ビデオの考え貸し出しを開始し、3月には、 西春町在住者以外への考え貸し出しを開始した。1998年5月には西春町役場にもブックポストを設置した。2003年3月にはインターネットによる蔵書検索サービスを開始し、8月にはブックスタート事業を開始した。2003年度には蔵書件数がわずかに10万冊を超えたが、2004年度には再び10万冊を下回っている。 2004年度の蔵書点数は98,238点、貸出点数は239,050点であり、住民1人当たり、貸出点数は7.0点だった。北名古屋市東、西図書館西東二館の12005年度の二館を合わせた蔵書数は271,113冊であり、西尾張地方16市町村では、市宮市、 稲沢市に次いで増書数が多かった。2006年3月20日に、四勝町と西春町が合併して、北名古屋市となり、四勝町図書館は、北名古屋市東図書館に、西春町図書館は、北名古屋市西図書館に改称した。北名古屋市発足後、東図書館の利用者には、旧西春町の住民が増えているという。2006年12月15日には、 東図書館の入館者数が500万人を超えた。2007年4月には、両館で開館時間を変更。東図書館は、平日が9時から19時、土日祝日が9時から17時となった。西図書館は、平日が9時から19時、ただし水曜と金曜は9時から21時、土日祝日は9時から17時となった。2009年2月には、 電算機器を更新し、東図書館と西図書館のシステムを統合した。利用者カードを両館共通とされ、ウェブサイトからの図書の予約が可能となった。2009年9月25日には、東図書館の入館者数が600万人を超えた。2011年11月には、雑誌スポンサー制度を導入した。2012年1月には、名古屋芸術大学附属図書館と、 相互利用に関する協定を締結し、北名古屋市民が付属大学図書館を利用できるようになった。北名古屋市は持続的な財政運営を行うために公共施設の廃止や統合を進めており、2021年9月30日をもって北名古屋市西図書館は廃止される予定。ありがとうございます。